皆さん、こんにちは。6月20日に告示された東京都知事選リセットを掲げ、参選を目指す小池百合子都知事を引きずり落とそうとする蓮舫氏に注目が集まっていますが、告示前からの街頭演説が違反であると刑事告訴されるのではないかなどの声が上がっているのですが、蓮舫氏には他にも様々な問題があるようで、なんと実刑との裁判に注目が集まっています。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。東京都知事選7月7日投開票が6月20日に告示され、過去最多56人が出馬するバトルロイヤルの火蓋が切られ、各社の序盤情勢調査では現職の小池百合子都知事が先行し、蓮舫氏が追いかける展開となっています。前回の2020年都知事選では現職の小池氏に勝利する展望が描けないことから、立憲は候補者の擁立に難航。最後はこれまでも都知事選に出馬してきた宇都宮健児氏を支援しましたが、小池氏に約280万票もの差をつけられて敗れています。そんな立憲が満を持して擁立したのが蓮舫氏で、その背景には小池氏の東京における選挙の強さ、神通力に陰りが見え始めたということがあるそう。小池氏は元側近である小島敏郎氏による告発によって学歴詐称疑惑が再燃しており、4月に実施された東京15区補選ではタッグを組んだ乙武洋忠氏が5位で落選するなど惨敗。ただ都知事選は小池氏本人の選挙、知名度の高い蓮舫氏であっても小池氏との戦いは一筋縄ではいきません。それでも蓮舫氏が出馬を決断したのには国政の事情が複雑に絡み合っており、岸田政権が裏金問題で大逆風を受けて低支持率に沈んでいる中、岸田文雄首相は9月の自民党総裁選で引きずり下ろされる前に衆議院を解散することを画策しており、先に解散総選挙をしてしまえばその次の総選挙は総裁選から遠くなり、議席を減らしたとしても再選の可能性が高くなると踏んだからだと言います。ロマンザ。今回蓮舫氏が発表した公約は本物の少子化対策、本物の東京大改革など、小池氏の政策は本物ではないと言わんばかりの項目を並べた7つの約束というもの、少子化と行財政改革を柱として徹底した若者支援が本当の少子化対策、小池さんの細やかなケアは引き継ぎたいが長い目で見た対策ではない、双子を育て20年国会で少子化に対応したからこそできると話し、また民主党政権の必殺事業仕分け人らしく、都の事業すべてに行政事業レビューを取り入れガラス張りにしたい、これは私の専門分野、任せてほしいと胸を張っていました。今回蓮舫氏は共産党とタッグを組んでいますが、その裏には唯一の盟友という手塚義雄衆院議員の存在があり、蓮舫氏の手塚氏への信頼は厚く、週刊文春は5月31日蓮舫氏側に出馬表明後質問状を送ったそうなのですが、対応は手塚さんに一任しているからと告げられたそうです。二人は高校時代からの仲で、共に中国に留学した過去を持っており、彼女を政治の道に誘ったのも手塚氏でした。手塚氏は女房よりも蓮舫さんの方が一緒に食事をしていると話していたそうです。しかし手塚氏は過去に覚醒剤所持容疑で逮捕された X 氏という人物との密接な関係が取り沙汰され、蓮舫氏も X 氏と不倫をしていたと報道されるなど危機に陥らせたことがあります。小池さんのやり方はおかしい、私は絶対に勝ちたい。6月23日午後、錦糸町駅前、白いジャケット姿の蓮舫氏は神宮外苑再開発などをやり玉に挙げ、小池都政の批判を繰り出していましたが、彼女が叫ぶ街宣車の下に陣取るのが最側近の手塚氏でした。手塚氏は共産党との関係が近いとされ、この選挙戦でも欠かせない存在。二人は留学経験も似通っており、北京大学留学を選挙広報などに記してきた蓮舫氏。しかしこの蓮舫氏の留学は
あくまで語学留学。片や手塚氏も選挙広報などによれば、南京大学に短期留学しており、政治家を目指した理由としてこの時の経験を挙げるほどなのですが、手塚氏に留学を相談した人物は、南京大学に留学を希望する親族がいたので、図手を頼って手塚さんの元を訪ねたんです。ところが会うなり、実は留学していないんだよ、日中交流の研修旅行というかツアーで行っただけなんです、と言われて唖然としました、と嘆いていたのです。今度は最側近の手塚氏に浮上した疑惑の留学。錦糸町駅前で記者に突撃された手塚氏は、南京大への留学について、あの短期留学プログラム、日中交流、もちろん語学しか勉強してない、と話しており、留学してないと言っていたことについては、してるしてる、証明できる人もたくさんいる、プログラムを修了したの、と疑惑を否定しており、短期間現地に派遣され中国語を学んだだけのようです。蓮舫氏の体調については、 70-80% でやれって言っても、彼女はやっぱり 120% でやっちゃう。だから途中、喉をいたわる薬を注入しながらだと思うけど、でもこれだけの大観衆、すごく幸せそうですよ、と明かしています。共産党との関係性について、支持率 10% を持ってる政党がここまで熱心に応援してくれるんだから、ありがたいことじゃない、立憲共産党批判をする人って自民党支持者でしょ、メディアも産経新聞くらい、僕らの誇らしいことですよ、と共産党隠しどころか感謝を明言していました。手塚氏のサポートで共産党とも手を握った蓮舫氏ですが、旧敵である自民党の幹部にも味方がいるそうです。ロマンザ、それは石井純一参院国対委員長です。浜高ことこ浜田高一元衆院議員の初生から千葉県議を経て国政に出てきた叩き上げで、次の参院のドンと目されている人物です。その石井氏と蓮舫氏は共に青山学院大の出身。石井氏は中退、国会が紛糾すると蓮舫氏が純ちゃん純ちゃんと呼び、年上の石井氏がはいとうなずいていたこともあったそうです。二人は一緒にお酒を飲んだり、体を近づける場面も目撃されており、親密すぎるからか国体族の石井氏が野党に譲歩する機会も散見されています。最近も石井氏は体に気をつけて頑張って立候補しない後悔より選挙の充実感が大事だから、と蓮舫氏に直接エールを送っていたといいます。二人は一体どこまで親密な間柄なのか。石井氏は電話取材に応じ、蓮舫さんと主席で体を密着させていたという件について、ふっふっ、どこでよ、誰が、そんなことはあり得るわけないじゃん、と否定しており、純ちゃんと呼ばれテーブルの下で足を絡ませたという話については、あなた方も暇だね、そんなくだらないことを取材して、そういう事実はない、と話し、その関係で野党に譲歩してきたことについては、ええ、そんなくだらない話は結構です、じゃあ失礼します、と電話を切ったそうです。石井氏のような援軍もいる蓮舫氏ですが、切っても切り離せないのが傍らで支えるはずの家族の問題。これまでメディアでも自らの家族を紹介していましたが、2020年に夫とは離婚、最愛の長男は元自民党衆院議員の糸山栄太郎氏と養子縁組を結び、その後解消しています。そして目下、実刑 A さんとの間で勃発しているのが骨肉裁判。蓮舫氏が育ったのは台湾人の父故人と日本人の母斉藤恵子さん、兄弟の5人家族、父が手掛けるバナナ貿易事業などが成功し、一族は財を成しました。その事業を引き継ぐ慶信貿易現代表は恵子さんが蓮舫氏の兄を相手取り、東京地裁に訴訟を起こしたのです。裁判資料によれば、慶信貿易は22年12月28日
兄を被告とした損害賠償請求訴訟を提起しており、一方の兄は返還義務がないなどと反論し、現在も係争中。継親貿易の主張によれば、同社の資金計1億6800万円を兄が自身の FX 用口座に送金し、私的に流用したなどとして未返済の約7800万円を請求しており、訴状には被告による横領行為などとあり、穏やかではないのです。親子間のトラブルと見られていたのですが、母の恵子さんは全然わからないんですよ、いろいろね、兄弟喧嘩をするじゃないですか、二人でやってることで、と煙に巻いており、誰が訴訟を起こしたのかという部分については、お兄さんとやってるわけでしょ、レンちゃんと、とだけ話していました。これは一体どういうことなのか。ロマンザ、実は恵子さんが代表取締役を務め、継親貿易を名乗る会社は目黒区と世田谷区に2社存在しているのですが、端的に言えば兄を訴えているのは世田谷区の継親貿易、目黒区の方は恵子さんが貿易業を営んでいますが、世田谷区の方は現在休眠状態に近く、裁判のための会社のようになっているんです。注目すべきはその所在地、世田谷区に22年に新築したばかりの蓮舫氏の自宅に置かれているんです。恵子さんの証言も踏まえると、むしろ蓮舫氏が主導して実刑を訴えたという、そんな新事実が浮かび上がります。蓮舫氏に一連の問題について見解を尋ねると、いずれの質問にもお答えを差し控えますとしていました。6月22日、東急三軒茶屋と JR 渋谷駅前のハチ公前広場で演説を行った蓮舫氏、この日大勢の聴衆が詰めかけ、23日も錦糸町、池袋と人が多く集まる駅前で演説を行い、こちらはとにかく人を集め勢いを印象付けたいという思惑が見えました。蓮舫氏は22日 X に渋谷でとして写真を投稿、ハチ公前広場の群衆の前で演説を行う自身の姿の写真などを投稿していました。蓮舫氏の秘書が運用する蓮舫事務所も22日 X に渋谷駅で若者をはじめ多くの皆様が足を止めてくださいましたと投稿、渋谷駅前の演説の写真をアップしていました。しかしこの投稿には、それ大半が信号待ちの人でしょう、10列目以降くらいの皆さんはただの通行人でいらっしゃいますよね、だいぶ邪魔になってらっしゃるようですよ、皆さんが集まったんじゃなくて普段からめっちゃ混むとこでやってて、草印象操作やばい、こんな混むとこで通行の邪魔になってるじゃん、など批判的なコメントが続出し、1000件を超えるコメントがあるものの、蓮舫氏を応援するものはほとんどない状況。蓮舫氏陣営は22日朝10時から渋谷駅前で立憲民主党議員らがリレーで演説を行う駅前ジャックを行いました。しかも蓮舫氏が登場したのは17時過ぎ、ただでさえ人が多い週末の渋谷ですから、迷惑に感じた人が多いのも当然でしょう。蓮舫氏の演説をめぐっては、文部科学省元事務次官の前川喜平氏の X が炎上する事態も見られ、蓮舫氏を支援する前川氏は22日 X に、渋谷へ行けば会える蓮舫さん、八丈島まで行かなければ会えない小池さんと投稿、これが島嶼部を軽視するものだとして多数の批判を受けていました。蓮舫氏は26日八丈島に足を運ぶ予定ですが、これも前川氏の失言をカバーするため急にスケジュールを組んだのではないかと見られているようです。選挙戦はますますヒートアップすることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。